よし、準備完了。俺の名前は綿谷幸成。一見普通の高校生だけど、俺には一つだけみんなと違うところがある。よいしょっと。それはこの左足。俺は事故が原因で左の膝下を失ってしまった。だから左足には義足をつけている。やっぱりまだ感覚がつかみづらいな。リハビリ行くの？いつもの公園？さあ、行ってきます。気をつけて、無理しないでね。妹の刹那が心配するのも無理はない。何せ俺が退院したのは先月だから、一日でも早く安心させられるように今日もリハビリ頑張るぞ。あれ、あの妊婦さん体調でも悪いのかな。公園に向かう途中、俺は具合が悪そうな妊婦さんを見かけて心配で声をかけようとした。次の瞬間、大丈夫ですか？妊婦さんが転んでしまったんだ。俺は慌てて手を差し伸べる。だけど、何すんのよ。え、あんたのせいよ。どうしてくれんのよ。俺を見るや否や大声で怒り出す妊婦さん。いきなり何なんだ。どうしたの？何かあったの？こいつに蹴り飛ばされたの？まあ、なんてこと、妊婦さん相手に。いや、俺は何もしてないですよ。そして近くの家から出てきたらしい中年女性に俺は白い目を向けられる。突然知らない人を蹴飛ばしたりなんてしません。それに俺の片足は義足で。義足？しっかり両足で立ってんじゃない。くだらない嘘つかないで。嘘じゃなくて本当にこっちの足は義足なんです。何よ、どう見たって普通の足じゃない。どうにか弁解しようにも俺の義足は本物と見まがうほど精巧に作られている。だから偽物だとは信じてもらえない。いや、うるさいわね。あんたの足なんてどうだっていいのよ。今大事なのは私とお腹の中の赤ちゃんでしょ。それはそうですけど。ああ、お腹の子に何かあったら。落ち着いて、すぐに病院で見てもらいましょう。診察費も含めて慰謝料請求してやる。そうね、それがいいわ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとぼーっとしてないで早くお金を出しなさいよ。そんなこと言われても。俺はうまく言い返せないのをいいことに妊婦さんはどんどん勢いづいていく。ダメだ、全然話を聞いてもらえそうにない。でも確かに妊婦さんや赤ちゃんに何かあったら大変だし、ここはひとまず病院に行ってもらった方が。わかりました。実際妊婦さんと赤ちゃんのことは俺も心配だ。ここは折れるしかないかと諦めた。その時、あ、ゆきなりくん、こんにちは。トータ、ゆうへいくん。小さい頃からよく遊んでいるトータと同級生のゆうへいくんが来てくれたんだ。こんなところにいたんだ、なかなか来ないから心配したよ。今日足の調子悪いの？いや、足の調子は悪くないんだけど、トータとは家が近所で、俺が義足になってからは公園でのリハビリに付き合ってくれている。今日もその約束だったんだよな。ちょっと、今こいつと話してんのは私なんだけど。ガキが邪魔すんじゃないわよ。おばさんたち誰？ちょっと、誰がおばさんよ。すみません、僕たち幸成さんの知り合いで、約束の時間になっても来ないから探してたんです。そうそう、どっかで動けなくなってたらどうしようって。二人とも、今日の約束の時間はとっくに過ぎていて、二人には心配をかけてしまったようだ。ねえ、今足の調子って、まさかさっきの義足っていうのは本当なの？そうだよ、ゆきなりくんの左足は義足なんだ。そうなのね。でもあなた、この人に蹴り飛ばされたって。ええ、義足だろうが何だろうがその事実は変わらない。蹴り飛ばす？ゆきなりくんには無理だよ。だって僕のせいで今はボールだって蹴れないのに。困惑している中年女性にトータが説明してくれた。ゆきなりくん、今日の部活休みなんだよね。ああ、だから放課後はいつもの公園集合な。ゆきなりくんは周りから将来プロになるんじゃないかって言われてるくらいサッカーが上手かった。それに優しくて、部活が休みの日は僕の練習に付き合ってくれたんだ。僕もいつかはゆきなりくんみたいに。事件が起きたのは3ヶ月前のある日。あ、ボールが、待って。サッカーの練習をしている途中、僕が蹴ったボールが公園から出ちゃったんだ。ボールに夢中で飛び出した僕は車にひかれそうになってしまった。するとその時、トータ、危ない。ゆきなりくん。僕がひかれる寸前にゆきなりくんがかばってくれたんだ。あの時僕がちゃんと周りを見てたら、ゆきなりくんが義足になることもなかったのに。トータのせいじゃないさ、ただそういう運命だったってだけだよ。そんなことが。とにかく今はだいぶ歩けるようになったけど、何かを蹴るような動きはまだまだできません。そんな。トータの話を聞けばきっと誤解だって分かってもらえるだろうと思った。あなた、
本当にこの人に蹴られたの？ただ転んだだけなんじゃない？ちょっとそんな目で見ないでよ。本当よ。しかし妊婦さんは何としてでも俺のせいにしたいらしい。蹴られる現場を見てないからそんなことが言えるのよ。それにあんたたちも変なこと言ってんじゃないわよ。変なことって事実ですよ。僕たちは嘘なんかついてないよ。ああそう、そんなに言うなら元の足でも持ってきなさいよ。え？持ってくれないって言うなら慰謝料払ってもらうから。慰謝料？ここまで言われちゃ俺も黙っていられない。わかりました。あら、悪あがきでもしようっていうの？もしもし、今家にいる？いるけど、どうしたの？ちょっと困ったことになって。俺は妊婦さんの声をスルーして妹の刹那に助けを求める。今妊婦さんを蹴飛ばしたって疑われてるんだよね。何それ、お兄ちゃんがそんなことできるわけないじゃん。そうなんだよ。それで足を見せたんだけど、俺の足ってよく見ないと義足だってわからないだろ。だから義足だって証明しなきゃいけなくて。なるほど。それであれを持ってきてほしいんだ。ああ、あれね。あれを見れば一発だもんね。だろ。悪いけど頼むよ。近所の公園で待ってるから。わかった。ご要望のものが届くまでここにいるのもなんですし、近くの公園に移動しませんか？そうね、誰かさんのせいで疲れちゃったし、座って休みたいわ。そうして俺たちは近所の公園で妹の到着を待つことにしたんだ。そして公園で待つこと数十分。お待たせしました。刹那、わざわざありがとう。遅いわね、マジくたびれちゃったじゃない。妹が手にしているのはある箱。俺はそこから壺を取り出す。まあまあ、これで信じてもらえるはずです。何この壺、そんなものに足が入るわけないじゃない。お金払いたくないからって壺持ってこられても。無駄なことするなら、これを見てもまだそんなことが言えますか？は？壺の中身が何だっていうのよ。妊婦さんは壺の中身が何かピンとこないようだ。だったら教えてあげなきゃな。俺の足だったものです。は？こんな白い粉みたいなのどこが足なのよ。自分の足が義足だと言い張る男はさらにわけのわからないことを言い始めた。仮装したので肉や皮膚は残っていませんが、骨は取っておいたんです。つまりこれが骨ってこと？ええ、大切な俺の一部だったものですから。バカバカしい、本物だって証拠はあるわけ？まあ、仮装した後の骨なんて機械がなければ見ないし、本物かどうかなんてわからないですよね。でも仮装場で発行してもらった仮装許可証ならありますよ。え？これがその許可証です。な、こんなものわざわざ用意するとは思えない。じゃあ、あれは本物な。その事実に気づいた私の体温は一気に急降下。気持ち悪い、なんてもの見せるのよ。あなたが元の足を見せろって言ったんじゃないですか。それはそうだけど、私はあんたが嘘ついてると思ったから。あなた本当に義足だったのね。辛かったでしょうに。もちろん全然平気ってことはありませんが、今はトータが無事でよかったって気持ちの方が大きいんです。ゆきなりくん。そして青ざめる私をよそに、義足男の感動ストーリーが語られていく。ここまで聞いてもまだ俺に蹴飛ばされたって言い張りますか？もう嘘ついたって認めるしかないんじゃない？私嘘なんか、どうしよう、なんて言えば。このままじゃ私が嘘つきになっちゃう。すっかり騙されちゃったわ。疑ってごめんなさい、いきなりくん。いえ、疑いが晴れたみたいでよかったです。とうとうおばさんまで男の味方になり、完全に立場が逆転してしまった。そしてあなたもあなたよ、こんな嘘ついて恥ずかしくないの？そうよ、お腹の中の赤ちゃんに恥じない母親でいなきゃ。何よ、あんたたちには関係ないでしょ。これは私とこいつの問題だったのに。口々に非難された私の怒りはついに頂点に。あー、もうめんどくさい。ちょっとした小遣い稼ぎのつもりだったのに。小遣い稼ぎ？やば、つい口を。なんでもないわ。今確かに小遣い稼ぎって、つまり最初から慰謝料目当てで。信じられない、呆れた。こんな人がお母さんになるなんて。お母さんが嘘つきなんて最悪。もうごちゃごちゃうるさいのよ。もういいわ、今日のことはなかったことにしてあげる。してあげるって、自分の立場が悪くなった途端これか。怒りで口を滑らせた私は、これ以上ボロが出ないうちに逃げようとした。次の瞬間、やば、これってお腹に隠し持っていた砂袋が全て落ちてきてしまったの。あなた妊娠してないんですか？あ、ちょっといい加減本当のことを話したら。これはその、ここまでバレてしまったらもう言い逃れはできないだろう。私は覚悟を決めた。この新作の靴めちゃくちゃ可愛い。でもこっちのも捨てがたい。両方買っちゃえばいいか。
私はブランド品が大好きで、欲しいと思ったものは何でも次から次へと買うたちだ。ああ、ジムなんてつまんない。もっと楽に稼げる仕事ってないの？同時に飽き性で、一つの仕事が長続きせず収入も安定しない。こんな額どうやって払えばいいのよ。あの時靴なんて買わなきゃよかった。そのせいでクレジットカードの支払いに困っていた。そんな時、ちょっとどこ見て走ってんのよ。すみません。たまたま自転車とぶつかって慰謝料をもらえたことでカードの支払いができたのだ。そっか、こういう方法もあるのね。それから味を占めた私はこうやってお金を稼ぐようになったってわけ。これなら働かずにお金がもらえるんだもの、最高じゃない。ただ毎回成功するってわけでもなくて、何かいい方法はないか考えたの。それで思いついたのよ。相手が私に同情するように妊婦になろうって。うわぁ、なんてずる賢いの。妊婦ってだけで面白いくらいに作戦が成功するようになったの。それに何もなくても世間が優しくしてくれるし、楽して生きるのに便利なのよ。だから妊婦のふりをしてたんですね。人を騙すなんて最低ね。引っかかる方が悪いのよ。まんまと騙されちゃってバカみたい。バカどもの相手は疲れるわ。じゃあね。待ってください、話はまだ。悔しかったら追いかけてみなさいよ。私はこれ以上面倒なことになる前にさっさと退散することに。まあどうせあの足じゃ走れないだろうし、逃げちゃえばこっちのもんよ。待ってよおばあさん、逃げるなんて卑怯だが。ダメだトータ、また飛び出して何かあったら。でもやっぱり追いかけてこないわ。もう少し相手を選ばなきゃダメね。あいつらの姿が見えなくなって次の作戦のことを考え始めた。その時、私の目の前は一瞬で真っ暗になったの。ここかなり安定してきましたね。義足にもだいぶ慣れてきた。そうだね、みんなのおかげかな。あれから数日後、俺たちはリハビリのため今日も公園に来ている。大丈夫ですか？大変、救急車。あの後例の妊婦さんはすぐに緊急搬送されたおかげで命に別状はなかったらしい。しかも左足を失うなんて皮肉なもんだよな。で、公園から飛び出していって、ちなみに現場検証に来た警察にはついでに彼女の悪行を全て報告させてもらった。まさか私も義足になるなんて。しかもなんで慰謝料がもらえないのよ。僕の報告のおかげで過失が大きいとされ、彼女は慰謝料を全く受け取れなかったみたい。俺はといえば、ぼーっとしてどうしたの？足痛い？悪い、ちょっと考え事してた。もしかしてこの前の事故のこと？いや、そのことはもういいんだ。実はさ、医者の先生が言ってたんだ。この調子ならボールも蹴れるようになるって。本当に？ああ、そしたらまた一緒にサッカーしような。やった。またトータとサッカーする日を夢見て、これからもリハビリに励むつもりだ。